コーチングがうまくいく短くシンプルな質問っていうのがありますから、とりあえずこれを覚えて、これを可能な限りたくさん使ってください。それがこの赤線が引いてあるものなんです。っていうのは例えば、っていうのはを優先して使ってもらいたいんですけど、っていうのはっていうのと、それからどうしてっていう質問です。でこの2つの質問が実は相手が分かったつもりになっていることを揺らしていったりとか、いろんな情報を得るために非常に使い勝手が良くてパワフルな質問なんです。プラスワンステートが良かったと思います。え、っていうのはって言ったら具体的なことを語らざるを得ないじゃないですか。でさらにそれに対して、え、っていうのはって言ったりとか、え、それはどうしてって言ったりすると、結局考えたりとか探求したりとかせざるを得なくなって、なんか新しいことに気がついたり、それがまとまったりしちゃうんですよ。だからたくさん情報を引き出すためには、っていうのはっていうのはっていうのはとか、あと使いたかったら他にもあるとか、出てこなかったら例えばって言ったり、他にもあるってやったりとかってしながら情報いっぱい引っ張り出す。問題は情報不足ですから。であと思い込みだから、どうしてどうしてどうしてってこう聞いていくと、あれそうじゃないのかな、そうなのかなとか、ここ出てくるんだよね。だどうしても何回も聞く、っていうのも何回も聞く、そういうことをしてると、それだけでもいろいろ情報が集まってきたりとか、考え方が少しずつ変わってきたりとか、整理されたりしていくっていうことです。だからどんどんね、っていうのはっていうのはだけで聞いてってもらいたいわけです。松にもう一回出てきてもらっていい？よいしょ。じゃあプラスワン以外のなんかことについて話してもらいましょうか。あ、プラスワン以外ですね。はいはい、何でも構いませんよ。やっぱプラスワン以外だと、やっぱ目的を明確に持って何かこうしていくっていうことで、目的明確にする、はい、っていうのは、やっぱりですね、どうしてもなんか 目の前のことが一生懸命なりすぎて、これほんまに今やる必要あるのかなとかって、必要あるのかなっていうのは、必要あるのかなって考える時がよくあるんですよ。よくある、だから、本当に、なんだろう、これは何のためにやるのかなっていうのを、考えていった方が、どうしてどうしてそれは、やっぱ無駄な時間を、がなくなったり、なくなったり、そこに行き着くために、なんだろう、本当に必要な人にこう出会える確率が増える、本当に必要な人っていうのは、本当に必要な人、やっぱり自分が一緒にさあここでね、いい、こういうことね、でいいで、でですよ、いいですか、はい、でここで我々は実は2つ目の秘密に今触れつつあるんですよ。でせっかくだからちょっとまだね、 B さんが話してないと分かってますよ、分かってるけど、ちょっとね、せっかく2つ目の秘密に触れてるから、それのお話をしましょうね。はい、僕が最初の1年でコーチングに関して発見した秘密が2つあるんですよ。で2つ目が何かって言ったら、コーチングがうまくいく時といかない時の違いを考えていたら、1つ目はですよ、さっきの心の状態、クライアントさんの心の状態が良い方がいいことが起こりそう。もう一つね、別のスケールを思いついたんですよ。それ何かって言ったら、クライアントさんがすごく報告的に話しているか、探索的に話しているかです。わかります？もう一回見ててよ、はい、同じテーマでいきますね、はい、気がついたことを教えてください。気がついたことは、はい、やっぱり目的を考えながらやっていくっていうのがいいと、目的もいいですね、はい、もう少し教えてください。目的を見てると、やっぱり普段こう目の前の仕事で、さあ今ここで少し探索的になったの分かります？探索っていうのは探り探り話すっていうことですよ。今最初はパーッと報告してたところから少し探索的になりましたね、はい、で僕の働きかけによってこの探索的なモードが変わったりとか報告になったりするのを見ててくださいね、はい、もう一回教えて、はい、やっぱりこう目の前の仕事にばかりこだわりすぎて、なんか余計なことをやってなるんじゃないかなってこう、余計なことって例えば、いや本当はこれも別にやらなくてもいいんじゃないの、例えばどんなことがあります？例えばですね、そうですね、変わってるでしょ今ね、そうですね、例えば、いや、やらないといけないんですけど、自分がやる必要ないなと思うことがいっぱいあって、例えば、月末の請求書を起こすとか、そっかそっか、なんかね、そんなことは別に俺がやらないでも誰か頼んだ方がいいかなとか、それと今日学んだことでどう関係があるんですか？今日学んだこととは、やっぱり自分の目的、今の本当の仕事の目的を明確に捉えると、何かこう仕事の優先順位が決まって、ああそうかそうか、え、何か今の本当の目的って、例えばどんなものなんですか？例えばですか、僕は IT 企業の支援をずっとしてるんですけど、そこの会社でいろんなプロジェクト終わった時に、
参加してたメンバーがね、うんうん、ああこの仕事やっててよかったってこう振り向いて、なんか言えるようなそういうメンバーをなんか意図的に作り出せる。ちょっと失礼、ちょっと失礼。やっててよかったっていうのは、うん、なんだろう。例えば。例えばね。うん。やっぱり仕事をやってる限りいろんなこと起きるんですよね、うんうんうん、いろんなことが起きて、うん、で、うん、あ、そうだそうだ、うん、やっぱり仲間と一緒にこう、うん、乗り越えていく感じ、はい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 、はい、乗り越えて乗り越えて、うん、でそして、あ、一緒の目的に向かって進んでいって、うん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 、で、うん、振り向いた時に、うん、あ、みんなと一緒にここに行くっていうのをやりきったよねって、うん、そっか、うん、なんかそんなことを言える人たちを作り出して、そこに対して兄さんどうやって関わるんですか。そこに対してですね、でこういうことに興味関心を持ちながら質問を投げていく、いい状態で聞いていく、でペラペラ話してるんじゃなくて探りながら話してますね。コーチングっていうのはクライアントさんに自分とコミュニケーションを取ってもらうことです。聞いたから報告する、聞いたから報告する、聞いたから報告するじゃないんですよ。こっちの働きかけで、ん、それって何のことなんだろう、ん、どうしてなんだろう、ん、何が大事なんだろう、ん、何ができてるんだろうって本人が自分の中に探しに行くことで、なんでブレイクスルーが起こるかって言ったら、あの、答えは相手の中にあるっていうじゃないですか。答えは相手の中にある。で質問すれば出てくるって話じゃないんですよ。質問してすでに気がついてることをパー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 話してる状態では答えが出てきて気がついて変わるってこと起きないわけ。答えはまだ気がついてない自分の深い領域の中にあるわけで、それを探りに行ってもらわないといけないわけ。探りに行ってもらう。で探りに行ってもらうためにはただニコニコ聞いてるだけでは探りに行かないんですよ。だから質問するわけで、ただいろんな難しい質問することないの。だって今ほとんど僕がしてたのはっていうのは例えばどうしてだけでしょ。相手が言ってることを捕まえてっていうのは例えばどうして、あ、どうしてどうして、え、っていうのはこれだけですよ。でもうーんってやってるわけじゃない。で時になんか目的論にこっちが関心があるから、え、じゃあどうなったらいいのとか言いながら、え、もうちょっと教えて、例えば、え、っていうのは、え、どうして、これだけなんですよ。で勝手に探求して深まって気がついていく。で終わってから振り返って、え、兄さん本当はどうしたらいいですか、本当はどうなったらいい、本当はね、うん、今話してると、うん、感じたのは、うん、まあ、IT 企業とかいろいろあるんですけど、うんうんうん、けどやっぱり、うん、これですね、お、人生の主人公、はいはい、人生の主人公になるべく、うんうん、応援したいですね。あ、一人一人の人に関わって、いいですね、いいですね、はい、え、そのこととさっきのね、なんか、あの、なんか経理のなんとかかんとかどういう関係があるんですか。あ、経理のなんとか、うん、あ、それね、自分の、うん、自分が人生の主人公としてやってる仕事じゃないなっていう感じが、あ、そうかそうか、しました。本当はどうしたいですか。本当は、うん、誰かに頼みたいです。あ、本当、うん、オッケーオッケー、誰かに頼みたいもいいよね、はい、あとは、うん、そうだな、うん、やらずに済めばいいんです。あ、そうだね、うん、はい、あ、なんかね、うん、何でもいいと思うの、はい、要はこの範囲、あ、ここは自分でやれるとか、こういう、はいはい、こっち頑張れば、あ、別に気にせずやれるとかでもいいし、はい、やっぱりここ頼もうとか、はい、いつまではやろうとか、はい、何でもいいんですよ、なんか、はい、あの、目のお客さんとやり取りするところは自分と自分がやった方が絶対にいいので、そこまではまずやるけども、そこから先はなんか月々いろんな会社さんにやるところをエクセルシートとかに落として、そこ業者さんにポンと投げて請求書とか作ってっていう会社はあるなと思うので、そういうところはなんかもう任せたいですね。どうします、なんかちょっと調べてみたりとかってします、それともこのぐらいまでは自分で頑張るがあってもいいし、うん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 、そうですね、うんうん、今、うん、伝票を整理をお願いしている会社があるので、うん、ちょっとそこがそういうサービスやってないかどうかっていうのは聞いてみます。まず聞いてみますか、はい、じゃあぜひ聞いてみてまた教えてください。はい、はい、で何でもいいんですよ。で、あの、こうやってしながら、でそれができたらどうですかとか、でもっとどんなところに力入れられますか、それやったらどうなりますか、でそっちが本当に人生の主人公としていきたいことだったらそれをやればいいっていうことです。で、あの、なんで本人が何か気づくかとか、それから動きたくなるかとかって言ったら、ある種自分の人生の中にあってまだ気がついてないこと、これがもう面なわけです。この中にいろんな情報があるわけ。それに、あ、そっか、もっと人生の主人公として何か応援したいんだっていうことだとか、あ、そういえば、あの、頼んでる業者そもそも何やってるか知らなかったなとか、いろんなことが出てきたわけですよね。で、どうします、どうします、どうしますって聞いてるだけです。で、あ、ちょっと聞いてみたいと思うんです、やってみましょうなんですよ。で、そこは受け付けてくれなくても、じゃあどうするかなってまた次考え始めるんです。
で、あのそういうふうにあの関わっていきたいっていうことね。で、それをする、あの要は結果を出すためには、なんかただの報告、気がついてることをただ喋ってるだけっていうのをどっかでシフトを変えていく、シフトチェンジしていくってことが大切なんです。で、あの実はね、次回のクラスまでにあのやるといいことは何かっていうと、コーチングしようとしなくてもいいから、いろんな人の話し方を聞きながら、報告的なのか探索的なのか、しかも、あ、今なんかちょっと微妙に変わったぞと、ね、すごい報告のところがちょっと探索したぞと、あ、また報告戻ったぞと、あ、なんかもっと探索したぞと。で、何があると報告的になったり探索的になったりするのか、あと自分が喋ってる時もすごくこう報告的な感じでもう分かりきってること喋ってるのか、ん、これって本当かなとか、何なんだろうとか、え、これ何のためなんだろう、んと思いながら話してるとか、自分も報告探索の違いに気がつきながら喋ってる時にも気がついてみる、人が喋ってる時にも気がつく。で、それをするだけでも実はコミュニケーションが激変していくヒントがいっぱいあります。で、っていうのはって質問とか、例えばどうしてっていう質問をどうやって使ったら探索が起こってきて面白いヒントが見つかってくるかっていうことをまた探求すると、この3つの、まあこの2つでもいいですけどの質問からでも相当いろんなことが学べてしまうし、これが使いこなせるようになるだけでも実は相当いっぱいいろんなことができるようになってしまうということなんです。はい、ぜひお試しあれということなんですが、隣の方と感想です。あの今度は2人でバランスよく話しながらプラス1で支え合ってください。はい、お願いします。どうぞ。拍手お願いします。で、見てもらったら分かりますけど、っていうのはとか、どうしてとか、え、どうしたいのとか、あのなんでとかね、例えばとか、まあ要はっていうのはって聞くのか、どうしてとか、どうしたいとか聞いてるだけですけど、あのですぐパンと投げちゃうでしょ。で、そうするとこっちが球持ってないわけですね。ボールはこっちが持ってなくて、クライアントがうーんってこうやってる時間ね。で、クライアントが自分とコミュニケーションを取ってる時間が増えていくっていうのが大切で、で、原因論でコミュニケーション取らせないようにはしたいの。要は俺のどこがダメなんだろうって、世の中の何が悪いんだろうとか、どうしてこうなっちゃったんだろうに時間は取らせたくないんだけど、本当はどうしたいんだろうとか、現状何が起こってんだろうとかっていうことをこう探索していくっていう時間は取りたいっていうコンセプトだけ持っておいてください。で、今は技術は追いつかなくていいから、で、あのそういうことが必要なんだと、それができたらいいんだって思うと、どうしたらできるんだろう、もっとどうしたらそうなるんだって自分で考えるから、で、自分でやれる範囲でそれをやり始めるっていうことが重要ね。ただあのすごく便利な質問技法として、っていうのは例えばっていうのと、どうしてっていうのがあるし、で、ぶっちゃけコーチングで一番重要な質問はどうしたいだから、本当はどうしたいだから、本当はどうしたい、そのために何ができるが、あの東と西の横綱ですから、コーチングクエスチョンのね。だから、あの本当はどうしたいね、で、そのために何ができるって、 これを抑えつつも、あの三役レベルで重要なのが、あのっていうのはとか、どうしてとかね、こういう質問なので、あのぜひね、使いこなしていただきたいなと、こういうことなんです。はい。